ねえ、前列はどうしました？ねえ、あれ、ね、あなた大丈夫？研修は大丈夫ですか？ねえ、就職しますから、この人ね。ありがとうございますね、はい、ちょっとお寂しいですけども、ちょっと、一旦行きますか。逆に前がいつ剥げちゃう、はい、ね、あの後ろが後から来た人がですね、非常に入りづらいので、ちょっと前、逆に、はい、あ、来ましたね、資格が、前の資格が、ありがとうございますね、ありがとうございますね、あ、今日も女性陣が多いですね。いやー、ありがとうございます、ね、あ、思ったより人が入りましたね。そうですね、今ですね、ドリンク、そう、ドリンクのね、置く場所がないので、ちょっとお気をつけくださいね。はい、毎回ですね、2人ぐらいはこぼしますので、ね、こぼれると結構悩む、結構悩みますね。特にネタ中だと結構悩みますね、はい、あのね、そこのテーブルと、こちらの床をですね、使っていただいて、駆使してもらってね、よろしくお願いします。あ、結構入ってますね、はい、ありがとうございます。どうなることかと思いましたけども、ね、ありがとうございます。ショータイムボリューム13ということで、嬉しいですね、もう1年、ね、1年だったんですよ、1年と1ヶ月経ちましたよ、ねね、ありがたいですけどもね、今日ちなみに初めて来たよって方いらっしゃいますか？あ、半分ぐらいが初めてですね。結構初体験の方が、ね、じゃあ2、3回目もいいということで、はい、まあ、多分後でもっともっとお客さん増えてくると思うんで、ね、ちょっといずれで使っていただければと思いますので、お願いいたします。お願いします。はい、ということでですね、はい、始まりましたけども、今日はですね、皆さんちょっと紙を見ていただきたいんですが、8組の芸人さんが、ネタと企画といろいろやっていただきます。いいですね、8っていうのね。いい数字ですよ。いい数字です。無限大の可能性ありますから。はい、そうなんですよ。ね、はい、そちらをですね、あの紙の説明をいろいろする前に、はい、今日出演の芸人さんを呼んでみたいと思いますので、それでは今日出演する芸人さん登場してください、どうぞ。イエーイ、こちらがですね、本日ネタと企画に挑戦していただく芸人さんでございます。はい、よろしくお願いします。はい、おっしゃー、はい、さあ、はい、ありがとう。若干ですね、色物が混ざっておりますが、多いね、大丈夫でしょうか。はい、さあ、一組ずつ紹介していきたいと思いますが、はい、まずトップバッターやってみます、虫くん。虫くん、前どうぞ。虫くん、どうぞ。虫くん、初めてということで、ね、初対面初めてですけど、どうですかお客さん、ね、昨日よりいるんですか？ね、昨日ライブで、ね、一緒に出たんですけども、ね、お客さん2人しかいないですよね。ひどい前ですよ、ね、僕ら一応あの推薦枠で、ね、あの出させてもらったんですけども、はい、ね、虫くん、あのどうですか、久々のお客さんの前でやるのは。緊張します。緊張というのね、今週だけにね、虫くんですって見たことあるけど、虫が好きなんですよね。大好きです。虫が大好きで、その虫を使ったネタをやるということ、はい、ちなみに虫好き歴はどれくらいなんですか？まあ、半年ぐらい全然ですね、どっちかと知らないですよね。ね、これは一応虫に見立てた。これはサムライアリっていうアリなんですよ。サムライアリ、強いんですか、サムライアリは。あの他のアリを奴隷にして使うんで。ああ、サムライっぽいですね。そう、僕弱いんで、いつかは人を奴隷にして使いたいなと思って。ああ、なるほど。この思考は危ないですね。危ないです。最終的には自害して死ぬっていう感じですね。そうですじゃないよ、虫くんね。さあ、これあの今衣装でございまして、自前のね、はい、靴がボロボロなんですけど、貧乏なんですか？貧乏ですか？500円、500円をここまで使うとなかなかですね、虫くん。ありがとうございます。ありがとうございます。載せてないよ、多分。皮肉で言ってるから今、うん、そうで、これは自前ですか？これ自分で描きました。あ、描いたんですか？絵上手いじゃないですか。ありがとうございます。これ何ですか、これは、絵は。これは普通の黒アリなんです。普通の黒アリ、普通の概念がちょっと僕らには分かりませんが、アリなんですね。美味しそう。ねえ、なるほど。美味しそう。なるほど。じゃあこれを使ってね、はい、やってみると、今日は2本ですけども大丈夫ですか？大丈夫です。わかりました。お願いします。トップバッター虫くんでございます。ありがとうございます。さあ、続きまして2番目が夢まなこ。お願いします。夢まなこでございますね。ね、いいですか？いいでしょう。いいでしょうね。なんか若いですよね、2人が。あ、いくつでしたっけ？ね、23か、僕は23です。夢まなこでした、ありがとうございます。
ですね。半端ない気持ちですね。でかいですね。身長いくつですか。190cm です。でかいね。NBA はいけないよ。そう簡単に NBA いけないから。ダッチは初めて。ね、出てくれる、まあ、後輩になるんですけども、はい、一応はっきりさせていきたいんですけども、お姉ですか。お姉じゃないです。お姉じゃない。お姉じゃないです。ってことはじゃあ女の人が好き。女性も好きですし男性も好きです。なるほど、バイですね。両方好きという。ネタはどんな感じですか。そのネタは男でも女でもない存在の人のネタをします。なるほど。なので新しい頭使ってください。おお、なるほど。結構いくね。いいですね。高いところから。ねえ、背高いですからね。急降下してますけど大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、今までやったらどっちに受けるのかな。男の子と女の子は。なんか、うん、男性に受け悪いんですよ。なるほどなるほど。女性は。女性も。うん。あ、滑ってますね。完全に滑ってますね、これはね。ダメじゃないですか。ちょっと怖いですけどもね、まあ、初めて見るんでね、そう楽しみですけども、ね、よろしくお願いします。ラッチでございます。さあ、続きまして、竹内パンダ。やばー、見えた。もう、レジェンドプレイヤーが出ましたよ。レジェンドがね。レジェンドって。レジェンドですよ、もう。松竹芸能で。芸能で。何年ですか、もう芸歴。まあ、軽くは20年やってます。20年ですよ、もう。ですよね、これ、ね。その倍が僕の年でございますね。40歳。40年。竹内パンダ40ですね。竹内パンダ40。AKB みたいな感じですけどね。20年。20年ですよ。お前が生まれて4歳の時からもう芸を始めてるんですよ。やってますね。すごいですよ。だから僕を見てあなたは育ってたんだ。サゾですよ、サゾ。サゾ、ねえ、いやいや、もう結構テレビとかあれじゃないんで。いや、もうそらもう、そらもう数々の多分言っても知らない番組ばっかりだと思う。あ、ですか。トロイの僕ばとか知らない。ああ、ちょっと分かりますね。はい、知らないですね。知らないですね。知らないですね。まだ酒飲んでますか。大丈夫ですか。スコッチだけ。スコッチだけ飲んで。危ないですね。もう20年になるとね、お酒飲んできますから。スコッチだけ。ダジャレキャラじゃないの。そうですね。もうここ最近ね、結構出てくれてますんで、見てる方も多いと思います。本当ですか。私のこと知ってるという方いらっしゃいますか。あ、いなかったです。すいません、ゼロか無視してるかどちらかということで。アルコールフリーじゃないですか。アルコールフリーでフルマークと言いますね。なるほど。ということで今日も2本よろしくお願いいたします。はい、竹内パンダさんです。さあ、続きましてがヴァンパイアリゾット。ね、久々の久しぶり、1年ぶりぐらい帰り咲きですけども、ね、まあ、ちょっとね、いろいろありましてね、相方がね、ちょっと一瞬失踪しました。失踪した。なるほどね。ちょっとね、あったみたいな。いろいろありましたからね。まあね、ほんと良かったですよね。いや、良かった良かった、本当に。ね、なんか、ま、仲悪くなかったんですけどね。そうなんだよね。だ、消えちゃったんだもんね。消えちゃったんだよね。一回闇に紛れちゃったんですよね。元カノの家に行ったらしい。いたの元カノの家に。流れてるけど大丈夫。ね、大丈夫。あ、そうなんですね。いたんですね。なるほど。まあ、見つかってよかったですよね。確かに。中、ね、が見つかってから結構吹っ切れた感ありますよね。ありますあります。どうですか、今の意気込みは。あ、もうやるしかない。そういうやつは大体また逃げますから、大体気をつけてくださいね。はい、今日久々ということで、はい、日本ですけども大丈夫でしょうか。大丈夫です。ね、企画にネタにということで、はい、よろしくお願いします。バイバイ。さあ、続きまして、アンジェラ。アンジェラさん。もうアンジェラだよ。アンジェラ元気。今日雨降ってるよ。だからアンジェラお腹減っちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。しょっぱなからね。ありがとうございますね。だってさ、はい、おいしいお菓子買って。どういうことですか。こっちに求めてるということでよろしいですか。求めてる。なるほど。相手の名前つきました。アンジェラさんは、はいはいはい、ホワイトデーは、どっちですか。あげるんですか。もらうんですか。あげるよ。あげる方。もらう方だよ。もらう方。間違えた。バレンタインはあげて。間違えた。そう。なるほど。バレンタインはあげて、ホワイトデーはもらう方。あ、違う、どっち。わかりやすい。脱法ハーフやってます。大丈夫ですか。どっちもよ。ねえ。あげる。脱法ハーフやめてください。ねえ、何ですか。入ってこないだろ。何。お父さん、誰のお父さん。個人情報聞き出すんじゃないよ、ライブを。舞台上からね。住所聞いとかない。やめてくださいよ。で、アンジェラさんは、あれですよね、リアルなゲイですか。そう、リアルゲイ。リアルゲイですよ。自分じゃ
ねえ、男性が好きですから。じゃあ今日ちょっと女性多いんだ、興味ないですか。そう、でもちょっと男性いっぱいいるから今日は。はいはいはい。虎視眈々と。虎視眈々とね。狙ってるよ。狙ってるというね。みんな目そらし始めたけど。ええ、大丈夫でございますよ。ええ、みんな好きですから、皆さんのこと。はい、みんな好きです。そう。大丈夫です。ここのファンだ、ファンだ。あ、本当？はい。じゃあ一緒に帰ろうか。いや、ガチで寝るだろ、そうね。喋りすぎよ。一緒に帰ろう。ここで喋りなさいよ。浅草の演芸場みたいなことですかね。はい、遊び、はい、遊びとかよ。はい、いいんだよ、飲んだ来てもね。アンジュラさん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、続きまして、おさらぶりん。はい、どうも、ありがとうございます。おさらぶりん。はい、どうも、ありがとうございます。はい、ねえ、ねえ、おさらぶりんでした、ありがとうございました。おさらぶりん、どうですか、最近。ねえ、ダッチないっすか。いや、もうでかいね。どうよ。ダッチのはでかいよ。ダッチでいいね。すごいね。あ、マジででかいね。育ってますね。すごい、久々に会いました。ん、久々に会いました。噛みました、今。久々に会いました。久々に会ったことです。何に。久々に会ったんですか。僕より大きい人。ああ、そうね。へえ、びっくらしてますよ、完全に。めっちゃブスっすね。え、あ、いや、お前もやばいよ、その振り方が全然。ねえ、なるほど。大阪府には今日新ネタですか。はい。身元も。身元も。ほら、全調子。常に。常に。常に。今日はどういったネタの方向性でいろいろあるじゃん、お前。対応にあふれてるから。急に、真面目なんですか、真面目なんですか。真面目ですよ。至って真面目ですよ、だから。真剣ですか。本当だよ。ねえ。かぶりすぎじゃない。本当だよ。ねえ。先輩を敬え、お前。ねえ。仲いいんで。足がでかいですね。一緒に帰ってたの。ああ、なるほど。一緒に帰ったわけではございません。はい、すみませんね。なるほど。で、あんまおさらぶりんか、やってきます。おさらぶりんでさせていただきました。はい、そしてまたおさらぶりんでいいけどね。締めて。何ですか。はい、何ですか。柔道で、あと前は。なるほど、なるほど。はいはいはい。柔道で締めちゃう。あ、締めちゃうじゃんね。なるほど。ねえ、はい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 、誰ですか。スポーツ関係お酒飲んでる。日本バーテンダー協会の方じゃないですよね。大丈夫ですか。誰のお客さんですか、本当に。飲みたければ飲んでくれ。何ですか。何ですか。もう脱法ハブやってますからね。気をつけましょうね。さあ、ということで8組ということでやっていきますんで、よろしいでしょうか。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、でお客さんの方にですね、左上にちっちゃい紙ついてると思うんですが、そちら投票用紙になっております。はい、1本目のネタと2本目のネタを採点していただきますが、ネタの方が1点が面白くないなと、うん、で5点が面白いなというので、1点から5点方式で、得点の方をつけていただきます。はい、で2本の、ネタの合計で優勝が決まるという形になっております。わかりやすい。ありがとうございます。なので皆さんの方にはネタ終わり次第、得点の方を書いていただくようにお願いいたします。お願いします。はい、あ、アンケートなんですけども、何でも構わないので、ぜひ一言書いていただければ芸人さんの励みになりますので、はいはい、よろしくお願いします。ね、つまんなかったらつまんないよと書いていただいた方が、ね、勉強になりますので、はいはい、そうですよね、皆さん。ね、ありがたいですね。うん、なんか、まあ、アンケート書いてないから、まあ、でも今回はそういうの書くのやめましょう。何ですか。書きましょうよ、それは。やっぱりね、厳しいですよ、今日のお客さんは。結構厳しいですよ。はい、M1 の審査員厳しいですよ。多分違いましたね。違いましたね。で、企画の方はですね、書いておりますが、後でまた説明したいと思います。はい、で、なんかこうニコちゃんマークみたいな札があると思うんですが、こういうやつですね。はい、それはですね、企画でちょっと使用しますので、なくさないようにお持ちください。お願いします。はい、お願いいたします。会場の注意点としては、特にございませんので、トイレ。はい、トイレがあちらね、右奥、はい、男女兼用で一つになりますので、はい、はい、この会場は、禁煙です。禁煙でございますね。はい、はい、でドリンクちょっとなくなって飲みたいなって方は裏でですね、500円でキャッシュオーダーと思います。はい、ちょっとグラスもね、デカめなんで。あ、デカいんですよ。ええ、はい、しっかり飲んでいただければと思いますので、お願いいたします。はい、さあ、ということでじゃあ早速ネタの方行くんで、芸人さん準備の方お願いします。はい、お願いしますね。さあ、今日はちょっと色物が多いですね。そうなんですよ、結構ダッチがでかいね。
すごいですよね。体もでかいですけども、態度もでかいですから、結構でかいですね、態度ね。はいはいはい、お願いいたしますね。はい、さあ、ということで、ネタの方に入っていきたいと思いますが、大丈夫でしょうか。あなたがよろしたっけ。準備はよろしいですか。でもこの前がね、気にならない。あ、気になりますね、ちょっとね。気にならない。気になりますね。なりますね。気になりますね。気になりますけどもね。まあ、しょうがないけど、これ固まってしまった、この形は。お客さんは控えねえよ。お客さん控えねえよ。悲しいわ。ねえ、最終的にはお父さんがあそこに来ますんで。お父さんちょっとそこでお願いします。ねえ、徐々に遠ざかっていってますね。ありがとうございますね。さあ、ということでですね、早速ネタの方を見ていただきたいと思います。はい、芸人さん8組ですね、連続でやっていきますので、途中途中ですね、音程の方を書いていただいて、はい、後々回収しますので、ご協力お願いいたしま す, いします。はい、あ、お客さん、あ、あ、どうもどうも、あ、お客さん、あ、どうもどうも、はい、ね、なんか質問あるよって方いらっしゃいます。はい、これだけは切っときないみたいな。はいはい、これだけは切っときたいみたいな。はい、今お客さん来ちゃったんでね、あの照明の方、あ、どうぞどうぞ。あ、お願いします。照明の方がですね、今日受付兼任してますね。すごいですね。大変でございます。仕事で行きますね。北区から来てますか。ね、北区でしたっけ。竹の塚、なんかそこら辺ですよね。足立区、ね、失礼しました。結構怖いですよね、足立区といえば。まあ、どうでもいいですけどね、そこらね、足立区はね。はい、そしてこちらもいますけどもね。その紹介いったら大丈夫です、大丈夫です、はい、怪しい感じで言います、ね。多分アンケートと、はい、もう1枚お配りした紙があると思うんですけど、ちっちゃいね、紙が、はい、あると思いますけども、こちらはですね、はい、スターウェーブというライブを主催しております、はい、ルービーと申しまして、はい、僕らもですね、これちょっと参加させていただきますので、ぜひ、まあ、最後にも告知しますけども、ね、来れたらまた遊びに来ていただければと思いますので、お願いいたします。ね、大丈夫ですか？いい感じですか？わかりました。さあ、ということで、行ってみましょうか。早速ですけども、はい、それでは、ネタの方を最初に行ってみたいと思います。トップバッター虫くんから、鳥が我々トカゲビームで8組続けてどうぞ。
知らないかな、これ砂漠に住んでる牛なんですけども、この子ね、あの砂漠に住んでて水が飲みたいです。水が飲みたいから空気中の水を体に集めて水滴にして、それを直接飲むっていうすごい技を持ってるんですよ。虫くんは節約上手なんですよ。あの4日に1回しかお風呂に入らなかったりするんで、この能力に入れて飲み水まで節約できるってすごくないですか。でもまた一つ問題があるんです。この子名前がね、逆立ちゴミ虫魂っていうだけあって、水を溜めるときにこう逆立ちしてずっと待って水をこう溜めるんですね。だから僕がもしこの能力手に入れたらこうなるじゃないですか。わかります、言いたいこと。家で水飲みたらいいんですよ。外で水飲みたくなったってこの格好でいたら変態で捕まっちゃうよってことで第2位にしていただきましたね。楽しいね。では最後の第1位の方を発表します。チュ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 ラーン、ニセハナマオカマキリ。まあ見ていただきます。見たら分かるんですけど、かっこよくないですかこれ。かっこいいっしょ。もう男の子だから虫くんも、ただただかっこよくなっちゃうだけで、虫くんがこれになった時の絵を描いたの、ほら見てよ、ほらねえ、ああなんちゅうこっちゃい、ただの変態覆面レスラーやないかーい。だから1位はやめました。もう終わりです、やめます。ということでベスト3発表できずに終わりました。ということでアリが10匹ありがとうございました。何で遊牧民が
海行ったね。成功だじゃん。成功だ。違うよ。もう何これ解決できないじゃん。何これ、何で持ってき人ってね、悩むたびに強くなるでしょ。だからわざといろいろ邪魔をしたんですよ。あ、なるほどね、邪魔して私を強くしてくれた、ってことは一人で恋の悩み解決できるわけねえだろ。もう一度回した。もしも男でも女でもない自分を勘違いしているディレクターさんがいたら、急げ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 、間に合った。いや、私はですね、男でも女でもないそんなディレクター吉川です。よし、川と書いて吉川って読みます。覚えて帰ってくださいねって誰に話してるんだろう。今日はエキストラさんの担当を任されております。エキストラの皆さん集合で、テンポ取ります。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、5人しかいないの。今日のエキストラなんで5人しかいないの。なんでなんで、待って、もう一回テンポ取ります。1、2、3、4、5、あ、少ないからね、期間任されたのかな。よし、じゃあ今日のドラマの説明をいたします。今日は1000人に1人の一代と言われている橋本環奈さんのラブストーリードラマとなっております。で、エキストラの皆さんには何をしてもらうかと言いますと、後ろを歩いてもらったりだとか、カフェの中で客をやっていただいたりだとか、いろいろあるんですけれども、間違えても橋本環奈さんには話しかけないでくださいね。なんでかっていうと、吉川の仕事がなくなっちゃうから。なくなられると困る。はい、まあ、そんなのは置いといて、はい、じゃあエキストラの皆さん質問をお願いいたします。はい、橋本環奈さんってどんな人ですか。ね、簡単に言うと吉川の顔と腕二つかな。こういう、皆さん真似してよね、こういう。はい、5人の皆さんもやろう。はい、はい、OK。 はい、次。はい、EXILE さんと JSOULBROTHERS の違い、全然ドラマと関係ないよ。ちょっと答えちゃおうかな。 EXILE さんは、まあ、こういう感じだね。JSOULBROTHERS、こんな感じ。じゃあみんなもやろう。じゃあまず EXILE、 イエーイ。はい、その次に JSOULBROTHERS。腰を出して、パンチ見えてもいいか。はい、OK。 じゃあこれで準備体操 OK かな。いつの間にか準備体操になっちゃったね。じゃあ次の質問。はい、吉川さんは年いくつですか。あ、今頃言いますか、それ。じゃあ当ててみよう。じゃあそこの人、38。帰れ。はい、次、18。惜しい、めっちゃ惜しい。なんかもうちょっと、もう一人。はい、そこの綺麗な人、17。 OK。 じゃあ吉川がプロデューサーさんに抱かれてきて、あなたを主演にしたいと思います。え、橋本環奈さんはって、どうでもいいや。じゃあ次の質問。はい、そこの冴えない男性の方。はい、吉川さんは男性ですか女性ですか。それも今頃来ますか。どっちでもないって言ったよね。言ってない。じゃあ今言ったってことで。はい、はい、次。何もない、5人しかいないから何もない。はい、じゃあ17歳と当ててくれた方に主役をあげたいと思うので、これからプロデューサーさんに抱かれて行ってきます。いっそけいっそけ。ありがとうございました。竹内パンダ。どうもこんにちは。いや、どうもです。竹内パンダです。いや、どうも。
私、竹内バンドと言いまして、普段一人コントとかやってまして、今日はあいにくの雨というか、一人コントします。竹内パンダの一人コント、誰も知らない空手モノマネ。まずは、何遍聞いても鳩サブレとしか聞こえない岡村主審。
そんな女子います？いますよ。気持ち悪くないですか？俺、お前の女子のモノマネの方が気持ち悪い。いや、気持ち悪い。とにかく、ああいう女子ほんと嫌いなんだよね。それはね、多分ね、相手の女の子が多分ライオンキング女子じゃなかったから。どういうこと？ライオンキング女子、相手の彼女がライオンキング女子だったら、お前そこ不快に思うことはなかった。ライオンキング女子、ちょっと聞いたことないけど。あ、そう、うん、教えてあげます。そしたら教えてくれるの、うん、じゃあ僕はじゃあライオンキング女子できますから、うん、じゃあ彼氏で待ってるよ。あ、じゃあ俺待ってるよ。うん、教えてあげます。よし。あー、もう2時間も待ってるよ。あー、ごめんにゃー、悪いにゃー。それじゃあどこ行くの？弁当食べる。食べねえよ。なんでこのタイミングで弁当食わなきゃいけないんだろう。まあ、とにかくさ、久しぶりのデートだからな。どこ行こうか。あ、じゃあ映画行こう、映画、うん。あ、そろそろ始まる時間だな。あ、ポップコーン食べるね。ありがとう。ライオンキング。お前、後ろを閉めないから。はい、あー、こぼれたー、つまり食いだ。食べんなよ。何してんの、お前。迷惑が外出るぞ。すいません。どうしよう、どこ行く？あ、左を見て。なんだ？次は右だ。ここはどこだ？分かってるよ。どれも分かんない。誰なんだよ、急にそれは。私のおじいちゃん。じじい出てくんの？まあ、とにかくどうしよう、どこ行こうかな。あ、じゃあカラオケ行こう。カラオケ、カラオケ、うん。ピピピピピピピ。あれ、私今遥か彼方と曲を入れたはずが白生田とか入ってる。そんな間違いするか。ウケる、ウケねえよ。ライオンキングだって。ほら、もう、ほら、喉乾いてきたから、なんか飲み物頼もう。プルプルガチャッと頼んでくれ。あー、テキーラー、テキーラー、二つピッチャー。ピッチャーね。あー、テキーラー、二つ飲みよ。俺飲むの？一気飲みしや。無理だ。あー、テキーラー。何追加してんだよ。ほら、もう一気飲みしたから、気持ち悪くなってきた。ほら、あ、そう。ハクナ、まだだ、ハクナ、まだだ。まだだってこと、吐いていいタイミングがあるってこと？今何やんなつよ。何のお前。いや、ライオンキング。いや、ライオンでも入ったもの食わねえよ。いや、肉食のライオンだったら食べる。ライオンはみんな肉食なんだよ。はい、そんな肉食女子の皆さん、私たちは待ってる。いいかでしょ。バカですよ。バカですよ。やー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 。どうもー、アンジェラだよ。ビッカビッカのお友達。ギャグだよ。新宿二丁目で大爆笑のギャグだよ。うまくできてたでしょ。そんなアンジェラなんだけど、今新宿二丁目のゲーバーで働いてるの。基本的にゲーバーのお仕事ってお客さんと喋るのが仕事なんだけれども、最近悩みがあって、サシスセソ、作業のサシスセソを言おうとするとシャシシュシェショ、うまく言えないの。だからこの間お客さんに、お兄さん留学生？そんな風に聞かれたよ。でもアンジェラ正真正銘日本人だから。そんなアンジェラはどうしてさしすせそうまく言えないんだろうか。おかげでブルーネスアンジェラ。みんなどうした？今からアンジェラに一緒に、アンジェラと一緒にダンスでも踊る？ねえお姉さん、絡まれたからってそんな乾いた顔しないで。あのね、みんな気づいてると思うけど、アンジェラのネタってアンジェラ側に寄ってくれないと笑えない構成になってるよ。そんな風に言うとりますけれども、ちなみにアンジェラゲーバーで働き始めてもうすぐ1年になろうとしているんだけれども、この間芸人の後輩が遊びに来てくれたよ。そしたらさ、あの基本的にアンジェラはゲーバーではすごい人気者で仕事もよくできるの。それを見ていた後輩がさ、アンジェラさんでもできる仕事あったんですね、これで気兼ねなく芸人辞められますね、そんな風に言ってきたよ。アンジェラそれを聞いて確かにって思ったよ。でもさ、辞めたくない、止めたくない、アンジェラの芸人生活。
あれ昨日シミュレーションしたのと何かが違うよ。ねえみんな一斉に目をそらさないで。気づいてると思うけど今のもアンジェラの大きめの独り言だよ。そんな風にマナやらカナやら言うとりますけれども、ここからアンジェラが自分より下に見ている女性芸能人を一気に発表していくよ。まず最初に下に見ているのがジュン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 コーリ、それから井上和歌、それからゆうこおしまゆうこおしま。この芸能人はさ、大した芸能人じゃないからツイッターに悪口を書いても全然問題はないよ。ねえ、お兄さんさっきからトトンとしてるけど、お薬効いてる？お笑いのお薬だよ、勘違いしないで。そんなお薬の効いてないお兄さんには最近アンジェラがハマってるイチゴのチョコボールプレゼントしちゃう。身内にプレゼント？でもね、あのさ、今ネタ中だから黙ってて。ね、ちなみにあのチョコボールはアンジェラが食べたから中身は卵ボボーロが入ってるよ。めっちゃ嫌な顔してるし、うん、あのね、油断してたんでしょ。あのね、後ろの方に座ってるから絡まれないって思ってたらお間違いだから。ダダンダンダダンダン、油断するなっていうのがあるんだけれども、この間ツイッターにアンジェラが自撮りの写真を上げまくったら後輩にフォロー外されまくったよ。どんまいどんまい、どうもお粗末様でした。長田プリン。さっきお待たせ。なんか今いいな人いたね。どうしたの急に改まって。もしかしてプロポーズ？急すぎるよ。だって私たちまだ付き合って半年だよ。え？別れよう。
スタバに行った時に私が店員と揉めたから、なんでプロテインないんだよって。だっておかしいじゃん、ソイラテはあんのにソイプロテインじゃないなんて。だって大豆のタンパク質が筋肉にいいなんて常識じゃん。なんで分かってくんない。もしかしてせっかくのデートの日なのに大雨になったからって今日は一日家で過ごそうって言った時、あまりにもやることがなさすぎて私が腕立て2000回したから。それは逆にすごいから筋肉バンって出た方がいい。ありがとう。そうじゃない、そうじゃない。しかし私が二人で初めて動物に行った時にゴリラと普通に会話ができたから。でもあのおかげでゴリラの病気見つかったじゃん。もう分かんないよ。言って、何がダメだったか言って、お願い。え、お前が男だって気づいたから。それは手挙げ。誰が言ってたんだよ、お前。ガンジーだよ。ガンジーって何なんだよ、お前。
ガンジーだって何百年前死んでんだろうがお前は。ガンジーはな、万引きを減らしたいがために悟りを開いたようなもんなんだよ。そんな安いもんじゃねえんだよ悟りっていうのは。お前もっと大変なことがあるじゃん悟りっていうのは。お前落ち着けよガンジー。あれガンジーだろ。ガンジー要素ねえだろうが俺には。お前ふざけんなお前。まさきまさきもガンジーも似てるけどガンジー関係ねえだろお前。悟りは全然万引きをしたろお前。あれだな、俺だったら万引き減らせると思うんだよな。なんだなんだ、コント入りますみたいなのやってるけど、入ったんだけど。いや、入ってわかんねえよ。なんだ、うんって、俺わかんないだろ。何言われないけど、やりたいんだったら言ってくれ。お前は、本屋で、本屋で万引きする人やって。あ、本屋で万引きする人やればいいよね。うん、わかったわかった。じゃあ本屋で万引きします、俺。あ、リアルな万引きじゃないよ。しないよ、別に。知ったことないよ、お前。ここの場でやればいいでしょ。ここの場で。じゃあ本屋で万引きする人やるから。頼む。ね、捕まえてもらって。なんでお前が万引きしてんだよ。俺が万引きすんだろお前よ。万引きされるであろう商品をあらかじめ万引きしておくことにより万引きという犯罪を未然に防ぐ正義のヒーロー、どうも万引きマンです。ただ万引きやろうじゃねえかお前。お前が万引きしてどうすんだ。正義のヒーローでも何でもねえだろそんな。お前万引きマンなんだただもん。いや俺が万引きするから捕まえないから。ああオッケー。何なんだそれ。ガンジー、ガンジーなのそれ。頼むよお前。はい、今万引きしましたよ、ね。早いよ、まだ。今から飛んだよ。今から、あれアフターだから。ポスターのアフター。万引き側の。誰が万引き側だよ、お前。したことねえわ、万引きなんか。取って後に捕まえるの。オッケー。何なの、さっきそのオッケーは。何やそれ。世界の終わりみたいな。ね、深瀬さんみたいなやつ。俺が滑ったみたいになってるの。これはもう絶対取るわ、マジ引くわ、マジを取ったよ、絶対動かる。うわ、マジ、ナエポヨ。捕まえろよ、ナエポヨとか言って。捕まえろ、帰っちゃうよ、俺もそんなことやったら、お前。消えて、消えて、引きまくれ。消えてダメなら、さらに引け。悪から逃げる正義のヒーロー、どうも、ドン引きマンです。なんだっけ、そいつ、お前。なんだよ、出てきたの、そんなの。で、逃げたらダメだから、悪から。そう。戦わないと、ヒーローは。ああ、そっかそっか、サッカー。なんだろう、さっきの一発ギャグみたいなのやめろっていいなんか話すから。捕まえてね。捕まえろ。バシッと捕まえて。バシッと。頼むよ、お前ね。まあ、これ取るよ。取るね。取る。あ、すいません。もしかして、運命。症状なんだよ。どうなってんだよ、お前。なるか、そんなに、お前。本は万引きできても、私の心は万引きできると思わないで。恋の力で、悪と戦う正義のヒーロー。どうも、ホイッスル乙女です。万引き関係ねえじゃないかよ、お前。なんで出てきたんだよ、そんなやつ。お前関係ねえやつ出してくるんだよ。万引きを止めないと意味ないだろ。はい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 。でもいいよ、もう俺が取って、うん、あの帰るときにさ、お会計まだしてないですよねみたいなあるじゃん。あ、はいはいはい、あれやろ、あれをね、取って帰るから、うん、ね。ちょっと待ってください。お会計は、いや出してください。え、何も取ってです。出しなさい。よくこち亀全館万引きしようと思った。いや、無理やろよ。197様なんだぞ、今、お前。どうやったらこんなんなんだよ、お前。他には。いや、もうねえよ、出したよ。他にもあるでしょ。ねえっつの、全部出したよ。これは自前だよ、これは、お前。どこに本屋にジャケットってのなんだろうな。レイヤーか、お前。うっかりしゃっかり、うっちゃり。なんで、そのさっきから一発ギャグが、お前、当たってた、さっきから。シュワッチ。何シュワッチ。この声はまさか。何だろ、さっきから一人で。ピコン、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 シュワッチ。ウルトラマンでしょ、それ。バン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 、大変なことになってるよ、バンバン。万引きが起きようが起きまいが関係ない。店を踏み潰すことにより、万引きという犯罪を未然に防ぐ正義のヒーロー。じゃあ、どうも、ウルトラマンです。お前、そういうことだよ、お前。ダメだよ、お前。地球の平和を守らなきゃいけないのに。死んじゃったじゃん、みんな。え？全然できてないよ、お前、そんなの。お前なんでそんなキャラクター変なやつばっか出すの。よくぞ聞いてくれた。何と万引きマンとドン引きマンと恋する乙女とウルトラマン、おお4人揃って万引き G メン。いや間違えてるよ、どういう話。